こんにちは。今回ですね、FX について1枚の画像が送られてきまして、こちらの方にちょっと書き込みがあったんでね、こちらの方を添削して一般公開しようかと思います。今回も個人宛のメッセージになりますので、一般公開しますけども、プライバシーに配慮しながら、お名前の方はね、使わずに放送したいと思います。それではね、画面を切り替えて、まずは送られてきた画像を一緒に見ていきましょう。じゃあこちらです。はい、このチャートなんですけども、時間軸は書かれていませんけども、多分これ15分とかなんですかね。16時から22時の間、つまりは6時間の間に、このロウソク足がですね、12本、だから30分か。おそらく30分だと思いますけども、まあ何にしてもね、書き込みのようにボックス相場があって、ブレイクアウトがあって、そして、その後は書き込みないですね。この2つなんですよね。じゃあ私なりにこれをちょっと添削していきますね。ボックス相場なのは、もちろんこういう風にね、確認できると思います。で、上の、線がここ、下の線がだいたいこの辺っていうので、間違いでないかなと思いますよね。まあこれをボックスと名付けてもいいのかなと思います。人によってはね、こういう風なボックスが見えるところもあるんですよ。だからね、どこをボックスとするかっていうのも、上級者の方とか慣れてる方に添削をいただきながら、ボックスを測る感覚ってのを身につけた方がいいと思いますよね。本当にね、その人その人のレベルによって、どこをボックスとするかっていうのは変わってくるんですよ。うん。で、時間軸をどこに取るかによってもね、ボックスの大きさって変わってきますんで、かなり重要になっていきます。私がおすすめする時間軸は、エントリーは1時間でやることかなと思います。うん、特に、1日の間で何回か取引をしたいよって方ね。そういう方は、1時間がいいんじゃないですか。で、15分とか5分とか1分になると、それこそね、激しく取引する方になってくるんですよ。スキャルピングってやつですよね。うん、で、1週間に1回の決済とか、うん、資金が多くある人ってのは、まあ、1日足を見るとかね。それから1週間足を見るってことになります。長期の投資になりますよね。で、基本的には長期投資の方が勝ちやすいんですけども、ただ資金量がたくさんいるようになりますんで、まあ、そういうこと考えたら、うん、そうですね、月収20万、30万とかでやられてる方とか、1日の、うん、うち半分ぐらいの時間はね、FX ちょっと見てらんないよって方は、要するにお勤めの方とかは、まあ、1時間が一番いいんじゃないかなと、バランスが取れてるんじゃないかなと思います。はい。これについてはまた別の動画でお話しますね。じゃあ、ブレイクアウトなんですけども、で、私の場合だったら、いつも解説するように、じゃあ、このボックスの上底を超えたら、それを確認して、ブレイクアウトを認識して、ここでエントリーしますねっていうような解説すると思うんですよ。で、今回ブレイクアウトしたところってのは、まあ、これで、よろしいかと思います。で、一番上からね、落ち着いていって、また新しいボックスがここに展開されるっていうことになると思いますね。この三つ目の箱が書かれてるともっと良かったんじゃないかなと思います。そして私たちが狙うのはこの間なんですよ。こっからここに飛び火するここを取っていきましょうってことをね、ブレイクアウトトレードというふうにね、名付けるとしたら名付けるかなと思います。はい。そしてこのブレイクアウト、そしてボックス相場なんですけども、実はね、この横を真横に来てるボックス相場が横倒しにしてですね、斜めになることもあるの、わかりますかね。まずは、水平のボックスができるようになったら、フォーメーションとかね、それからトレンドラインって言うんですけども、斜めにして使いこなすこともちょっと話していこうかと思います。じゃあ画面もう一回切り替えますね。はい、現在のリアルタイムチャートになりますけども、ちょっとずれちゃってるかな、これは、うん。ちょっと一旦動画を切りましょうか、すいません。はい、一旦動画を切りまして、私の顔が出てますね。じゃあもう一回ですね、画面を切り替えてご覧いただくようになります。こちらです。あ、変わってませんね。すいません。ちょっとやっぱ難しいですね。やり方がね。まあでも、このままでいきましょうか。このままでいきます。はい、すいません。この斜めにしているチャンネルラインの引き方なんですけども、まあ実はね、ここを、こうやって引いていくと、斜めの線が引けることに気づくと思うんですよ。で、同じように、ここをなぞっていくと斜めの線。
つまりはボックス相場が斜めになってるでしょ、わかります？でこの線を越えた時にバイでエントリーするってことはまさにねブレイクアウトが斜めに起きてる状態なんですよ。だから補助線を引くのが大事ってことがわかると思うんですよね。ちょっと画面外れてますけどもすいません。あのこれはね今朝の相場解説改めてやりますんで心配されないでくださいね。じゃあちょっと多少不細工になりましたけどもで今回のこう返信動画でまあ少しね理解が進んだんじゃないかなと思います。つまりはそのブレイクアウトっていうのは前提としてねチャートの動きっていうのはまあ7割ぐらいが横ばいなんですよ。で3割ぐらいがトレンドなんですよ。右肩上がりとか右肩下がりのトレンドを書くんですよ。でそのトレンドに乗って利益を上げていくのが最も簡単なんでそのトレンドばっかりを見ていきましょうってことなんですけども、トレンドが発生する直前っていうのはレンジを突き破ってブレイクアウトっていう現象が起きるんですよね。だからブレイクアウトの根っこでなるべく取れればいいんですけども、根っこで取るときにはリスクもあるんですよ。なぜなら一回上がったけど下がっちゃうみたいなね、いわゆる騙しってよく言われるやつがあるでしょ。あれは騙しでも実は何でもないんですけども、見極められない人が騙しって言ってるだけなんですけども、あれは起きうるんですよ。ブレイクアウトかと思ったらまた戻っていくみたいなね。だからレンジの取り方がちょっと甘かったってことなんですよね。レンジの幅っていうのがカツカツで取ってると戻るはずのところをブレイクアウトって勘違いしちゃうんで、レンジの幅がちょっと浅かったからもうちょっと深くした方がよかったねっていう反省ができるわけなんですよ。だからボックスをどこで作るかっていうのをかなり磨いていかないとブレイクアウトは成功しないってことになるんですね。はい、じゃあ今回はこんなことにしましょうか。はい、メッセージの方ありがとうございます。